小谷村です。小谷村まで来たんですか？そうなんです。菅平から。いや、なんなら一回長野市通ったじゃない。まあよりこう雪とかね、寒いところ、まあ菅平より寒いってなかなかないと思うんですけど、まあ冬らしいところを求めて北の方にやってきました。どうですか小谷村？2時間以上かかりましたね。そうですね。でもや雪少ないのかな、これ。今年はやっぱどこも積もってないですね。そうですね、まあ、あるけど、はい、今日は実はですね、宿は予約してありまして、古民家を使ったゲストハウスです。わあ、星空綺麗。はっきり結構わかりますね、星座が。おー、すごい、一気に雪が増えた。同じ小谷でも全然違いますね。こっちはしっかり雪がありますね。はい。川の向こう側かな。あれですかね。あれですかね。周り何もないですよ。集落から少し離れたところにポツンと、うわ、大きい家屋だな。屋根がすごい素敵。入り口に薪があって、あとちょっと2階がすごいデッキみたいになってますよ。チェアが置いてある。こんにちは。あ、どうも。ご主人様でいらっしゃいますか？こんにちは。ごめんください。はい、長野朝日放送と申します。はい、今日宿泊させていただければと思います。はい、はい、どうぞお上がりください。よろしくお願いします。はい、いきなり出迎えてくれました。そう、看板犬がアノンちゃんです。アノンちゃん、はい。お、なんかたくさんいらっしゃるんですね。あれ、なんか、あ、やりますか？ランプ、ね、あ、トランプ中。なんか急にあの実家に帰省したかのような、親戚がたくさん集まる実家に帰ってきたかのような。あ、こっちすごい囲炉裏がある。うわ、お酒の樽まで。柱がみんな立派なんだよな。うわ、ビールのサーバーもあります。お世話になります。山岡と申します。ありがとうございました。グッサンと言います。あ、グッサン、よろしくお願いします。お願いします。はい。ごめんなさい、なんかいろいろいらっしゃるんですけど。はい、みんなゲストさんで。あ、そうです。今日一緒に泊まる宿泊の方です。あ、宿泊の方ですか。はい、そうですか。はい、普段はお二人でやられてる。そうですね。あ、そうですか。こんにちは。何してんの？お手伝いしてくれてんだよね。お肉を準備してますね。ありがとう。普通ゲストハウスであんまりご飯がついてるとかないんですけど、ここはあの村であんまりお店もないので、まあ、あのこっちで食材を準備して、でこうみんなで作って、で一緒にその日泊まってるお客さん同士で一緒に食べるという。あ、そういうスタイルなんですね。はい、はい、そうなんです。へー、あ、だから本当なんかこうみんな家族のような。そうですね。にぎやかさ、はい、人懐くい濃い子供がいっぱいで、すごい。はい、私たちの部屋です。はい、8畳ぐらいかな。いや、立派なお部屋だ。湯たんぽが。そうなんです、全部ありますね。あります。かなり朝は冷えるので。はい、後で用意しますので。で、2階のところに椅子がこうあったんですけど。ああ、はいはいはい。ここが出れるスペースです。これ100何年前の人はこういう使い方してたんですか？ね、なんか珍しいみたいで、ここまでこういうのがあるのは。すごい。ちょっと座ってみてもいいですか？いいですよ。おお。ちょうど夕暮れだ。川が近い。天気が良ければね、結構日中は暖かくて、この冬でもみんなここでコーヒー飲んだりしてます。すごくいい景色。はい、
うわあれどこに行くんですか。今から温泉にみんなで行きます。そうなんですか、はい、これもうみんなそういう、こう流れになってるんですか。そうですね、あの小谷村温泉がたくさん10カ所以上あるので、はいはい、まあ、せっかくなんでいつも、まあ、こんな感じで夕方。へえ、はい、源泉かけ流しの温泉草の湯に来ました。すごい温泉の量だ。わあ、ああ、こっちこれ。湯加減はいくらですか。あったかい。あったかいね。気持ちいいわ。うわ、源泉かけ流しわかる。意味わかる。源泉かけ流し。わかんない。ただいまー。こんばんは。ういうい、ただいま。お風呂気持ちよかった。うん、入ったんじゃないの。入ったよ。ちょっと聞いてみたかったんだよ。あの撮影してる人、あの人も飲まそう。みんな飲みますよ。みんな飲ましちゃえばいい。あ、分かる。ありがとうございます。お手伝い。ありがとうございます。はい、お疲れさーん。はーい、乾杯。なんでここに来たの。乾杯。もうなんか、あ、おしまい。ありがとう、ありがとう。ありがとう、いただきます。皆さん早く来て。ちょっと待って、座ってて、サイズ感で。なんか逃げるって楽しいですね。最後は怖い。最後は怖いね。寝かして。寝かして、っていうか。うまそう。レンコン来ました。お、ナイス、ナイス。あとよ。あ、じゃあ。はい、どうも。今日のキャベツ、ちょっとよかったら食べてみてください。これいい。あ、おいしい。甘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 い。あと根元の方だけど、柔らかい。ありがとうございます。谷村の雪中キャベツも収穫せずに、雪の中にずっと眠らせておいて。その畑そのままなんですね。自分たちで入れるとかじゃなくて。そう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 。へぇ。そうすると甘くなるんですよね。おいしい。そうするとちょっと雪がね、少ないので一回雪に埋まって顔を出したキャベツを。もう一個食べていいですか。止まらなくなってる。止まらない。芯の白い部分がこの辺とか白い芯の近くが一番美味しくて、もうこれでいいよ。これでそう、そのままでもね、美味しいんです。甘い。山岡さんは包丁もよく使いますか。あんまり使わないです。あ、じゃあネギ切ってもらいましょうか。いいっすよ。ひどいね。あ、やってるよ。大丈夫。見てください。ここ、あ、素晴らしい。全然、ほら、切れてない。ひど。なんかの親子。今度は3回行きます。家で傾けます。まんべんなく。手置いてくる。この番組で料理するのは初めてですね。初？はい。これが他のお客さんに提供されると思うとドキドキしますね。開けて。買う。秋やることあるでしょ、仕事あるでしょ、ゴーちゃんと二人で。じゃあ仕事あるんで。そうだよ。せーの、せーで、乾杯。
はい、ご飯を説明します。はい。はい、今日鍋は鶏白湯鍋です。おお、はい。最後締めにチーズリゾットをするとね。チーズリゾット。あと豚しゃぶとレンコンのサラダと、で塩昆布キャベツですね。キャベツは小谷村のキャベツです。で砂肝の薬味炒めと野沢菜です。食べましょう。いただきまーす。いただきます。いただきます。うん、私砂肝炒め担当しました。どうぞ皆さん食べてください。みょうがの香りがすごくいいですね。秋に切りください。もういい。うわ、キャベツ柔らか。おいしい。あ、アキが帰ってきた。なんで？優しい味だ。お名前を教えてください。変わったアキ。おお。何歳ですか？4歳。変わってのりこです。ここには6年前ぐらいからお世話になってます。夏と冬。お母さん、自由行った。来てます。ここ来るとこうやって子供たちがいろんなゲストさんたちと遊んでくれるので、私はすごく楽で、なんかこうやって子供たちがいろんな大人と接して、いろんな価値観を自然と学んでくれたら、それはそれですごく嬉しいなと思って、それで連れてきてます。はい、誰の子供かわからないぐらい出してる。誰の子供？山岡秀樹です。子供は1歳半の男の子が1人います。好きな食べ物はイカとエビです。よくゲストハウスみたいなところ行かれるんですか？行きますけど、はい、ここまで交流しないですよね。そのただ泊まっておしまいとかばっかり、うん、ですね。同じ宿泊者の方と縁を囲って食事するっていう場所ってなかなか今多くないんじゃないかなって思いますけどね。なんか実家に帰ってきた気持ちになりますね。もう一回起きて、はい、ね、旅行してる感覚ないですもん。だんだん帰ってきたみたいな。お風呂から帰ってきたらただいまって言っちゃいますもんね。なんか洋服ただいまって言ってましたよね。ただいまこんばんは。ただいま。2011年で梢の雪が始まった年に初めてお客さんとして最初は、はい、来て、でそこからまあこの場所も良くて古民家っていうのが好きで、でたまたま先代のオーナーからまあ2年目からの宿を探してる、あ、スタッフを探してると言われ働くことになりました。田舎に住みながらこうやっていろんな場所からいろんな人が遊びに来てくれて、春夏秋冬どのシーズンも四季がはっきり見えるんですって気に入ってます。私もやっぱりこの四季がはっきりした田舎の風景とかが好きで、美味しい食べるものもいっぱいあって、で、まあ、お客さんの人柄もよくていいところに越してこれたなと思ってます。はい、うまそうに食うな。ごちそうさま。ごちそうさまか。ちょっと外に出てみました。わあ、星空綺麗。はっきり結構わかりますね、星座が。あれオリオン座ですもんね。そうですね、オリオン座見えますね。見えますね、綺麗に。すっげえ綺麗じゃん。しっかりくっきりわかる。なんか冬の楽しみ見つかりましたね。冬の楽しみ探してきたけど、出会ったのはファミリーのような温かい楽しい賑わいが待ってましたね。ああ、確かに。みんな一つ屋根の下で同じ鍋をつついて、すごくハートフルな感じでしたね。うん。寒い場所に来たけど心は温まりました。
めっちゃいいコメントじゃないですか酔ってます？そういう顔してたいいこと言ったなっていう顔してたこれ使ってくださいどやー今日止まってくよ返したくない止まってく止まってくどういう返したくない今日止まってると思う。なんかこうやって子供たちがいろんな大人たちと接して、いろんな価値観を自然と学んでくれたら、それはそれですごく嬉しいなと思って連れてきてます。はい。カメラマンの高橋です。こう見えて3人の子持ちなんで、もう3人とも、ね、成人になっちゃった。そうね。もうつまらなくてつまらなくて。もう可愛くてちょっと連れて帰りたいな。いいよ孫を見るかのようなはい、よろしくお願いしますイエーイいやいやなんで撮ったのなんで撮ったあ、見える 見える 見える ズン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 